ねえガッツ、首んとこにある紋章みたいなの何？楽園だ。こいつが悪霊を呼び寄せる。生贄？何も考えずに殺し尽くせばいい。生きて帰れると思うな。体をよこせ。恨み晴らすまでは。まずいよねこれ。楽園が痛いよ。死にたくない。
けたのに痛い。返せ体、神め呪ってやるぞ。暇はないよ。また烙印に引かれてきやがったか。化け物ども、最後の一匹までこの俺がぶっ殺してやる。こいつは生きてる奴の戦いなんだよ。吐き出していい気分だぜ。まだついてきてやがんのか。何しようが俺の勝手じゃん。まあそうだが。それにしても会うたびにボロボロだね。俺が直してやろっか。目障りだ、消えろ。ガッツ。最近黒い剣士っぷりが板についてきたんじゃない？うるせえ、そういうもんじゃねえよ。結構気に入っちゃったりして
こう見えても俺、エルフ次元流7段だぞ。なんだそりゃ。ま、ないよりマシか。化け物どもに妖刀ざっくり丸をお見舞いしてやる。さて、追っ始めるか。判決。異端査問委員会は被告を悪魔と契約を結ぶ忌まわしき邪教の徒と断定。よってここに死刑を宣告する。嘘よ、信じて。私は邪教徒なんかじゃない。信じて。ひどい。今月に入って何人目だ。邪教徒狩りと称して無実の人間を。伯爵は何を考えておられるのか。ガッツ、何とかしてあげられないの。やりてえならお前がやれよ。そんなこと俺にできるわけ。だったら黙ってな。力のねえやつは口先ばかりで何もできねえ。力のあるやつに従ってりゃいいんだ。ガッツ。この痛み、近くに奴らの仲間が。町のどこかに潜んでやがる。見つけ出して殺す。俺の親友は無実の罪で殺されたんだ。見つけたぞ、確保せよ。殺さないで。お前を邪教徒に加担せし者とみなし投獄する。抵抗すれば命の保証はない。
い剣士を捕まえるんだ。あるんだよ、あんたに捕まってもらっちゃ。殺してもらいたいのさ、伯爵を。俺の家族はあの伯爵の野郎に食われた。奴は人間じゃない、魔物さ。この先に城の抜け道があるのに。痛い、痛いよ。首よ、伯爵の首よ。私たちの恨みをさあ一緒に。ふざけるな、俺は貴様らの仲間なんかじゃねえ。これは俺の戦いだ。血と肉を持ったこの俺のが。頼む、代わりに伯爵を殺してくれないか。知るかよ、自分のことぐらい自分でやりやがれ。ガッツ、なんでそういうことばっかり。伯爵の城に乗り込む。
何者だ。倒産ぞ。通すわけにはいかん。おとなしく投降すれば見逃してやる。邪魔だよ、どけ。床から出てきた。待ってろ、貴様の頭に鋼鉄をぶち込んでやる。待ちかねたぞ、黒い剣士。さあ、試してみるがいい。人一人の力がどれほどのものか。まさか烙印を刻まれながら生き延びた者がいようとはな。復讐というわけか。だが所詮人に過ぎぬ貴様にはかなわぬこと。人の力では神の摂理は曲げられぬ。何も血肉を削ぎ悪霊どもに取り憑かれてまで苦痛と恐怖のみの戦いを続ける必要はない。そう、無意味な戦いだ。もう終わりにするがいい。貴様をその苦痛から解放してやる。貴
様の腕はよくわかった。どうやらわしも少しは本気にならねばならんようだな。人であること、それが貴様の限界だ。人であることを超越したこの私に勝てる道理はない。頭を砕くか心臓を潰すんだな、なめくじ野郎。許さんぞ、許さんぞ、虫けらが。世界と重なるもう一つの世界との扉を開く鍵、五人のゴッドハンドを呼び出す鍵。よくできてるね、これ。どうやってゴッドハンドを呼び出すのさ。それを知ってりゃ苦労しねえよ。あ、待ってよ、どこへ行くのさ。奴の通りし足跡か。どうやら未だ強運には見放されてはいないようだが、しかしこの道は人の身で行くにはあまりにも過酷な夜の道。人として歩み続けることができるか、それとも。ベヘリットって天使を呼び出す魔法の石で、天使は力と引き換えに生贄を要求してくるんでしょ。じゃああの使徒たちはみんな一番大切なものを生贄にしてきたのかな。それってなんか悲しいね。くっそ、体がガタガタだぜ。おいパック、鱗粉よこせ。もうしょうがないな、ガッツは。俺がいないと何もできないんだから。さて、追っ始めるか。毎晩毎晩ご苦労なことだ。殺した、いっぱい殺した。
自分の恨みを晴らすため、自分の思いを遂げるためだけで殺した。魔物だからいいの？殺していいの？自分一人が生き延びるためなら殺していいの？勝手なこと言いやがって。
いつになったら届く。あとどれだけ資料どもをかき分けたら、あとどれだけ使徒どもを切り倒したら、どれだけ闇の中を這い回れば、あいつに。こら、何やってんだ。目覚ませ、死ぬぞ。バカ、気合入れろ。フェンシング刺す、フィッシング刺す、さらに絶好調、刺す刺す。おい、何やってんだ。刺す。感謝しろ、着付けの一発だ。てめえ、ふざけ。はあ、タグ、てめえがいると力が抜ける。マジでやってんのがアホらしくなるぜ。いるよ、獣が。なるよ、化け物に。なるよ、獣、化け物。ふざけんじゃねえ。俺は俺だ。他の何でもありゃしねえ。俺は俺のまま、あいつまでたどり着いてみせる。俺様のおかげだな。俺様のおかげでお前は生き延びることができたな。この俺様のおかげで。ま、確かに薬箱代わりにはなるか。わーった、負けたよ、パック。そこはお前んちだ。好きにしてくれ。ねえ、今パックつった？ああ、言ったよ、言った。もう長い付き合いで名前で呼ばれるの初めてだぞ。知るか。ついに追い詰めたぞ、黒い剣士。敵、復活、囲まれてるよ。我らは法王朝直属製鉄騎士団。奇跡認定局よりその方を法王朝に連行せよとの命を受け、ハセさんじた。ハセさん、何？剣を捨ておとなしく投降するならばよし。さもなくば我らが神明にかけてその方を捕縛する。なんでだよ。俺は坊さんにしょっぴかれるような覚えはねえぞ。ねえことねえが、あんまし。説得力ゼロ。よく言う。貴様の血に染まったその姿は何だ。貴様の通った後に残る屍の山、その帰り地ではないのか。もはや語らぬ。これは真意である。全軍、黒い剣士を捕らえよう。まじいじゃん、この体じゃ。どうすんの。数人やったところで変わらねえ。逃げるか。取り囲め、動きを止めるんだ。まずいな。このままやっててもいずれ力尽きる。情けない。手負いの者一人に何を浮き足立っておるか。なんて力だ。あの剣をあんな風に振り回して。おのれ、俺の大切な友達を。大砲で吹き飛ばしたがごとき威力。やべえぞ、目がかすんで。こうなり頭を押さえるしかねえ。なぜ捕らえられない。仕方ないですよ。別名おぼっちゃま騎士団、戦未経験のボンボンの集まりなんですから。それでセルピコ殿はそこで何をしておられる。
嫌だな、分かってるくせに。血を見るのが嫌いだから入団したんですよ。これが黒い剣士。間違いない、このまがまがしさ、黙示録に記されし。奴の息は上がってるぞ。今だ、捕らえろ。ファルネーゼ様、黒い剣士を捕獲しました。ファルネーゼ様、撤収のご命令を。 ああ、よし、全軍撤収。王朝大神院に末席を連ねる者の義務として 2,3 簡単な尋問を執り行う。つくづく神様とかそういうのと相性悪いんだな。貴様、何を笑うか。神を冒涜するがごとき言動、二度は許さん。貴様の目的は何だ。ことによっては異端審問にかけることになるぞ。それが嫌なら素直に洗いざらい白状することだ。あんた、神や悪魔を信じているのか。会ったことはあるのか、神に。神はたやすくその奇跡をこの地上にお示しにはならない。神とは常に我が信仰とともに、この心とそして天に増しますものだ。何を笑う。絵に描いたような答えだな。修道院でお勉強したのが、昔そっくり同じこと言ってた貴族が町一つ丸焼きにしてたぜ。俺が言ってんのは、そんな中身すっからかんの置物みてえなクソの役にも立ちゃしねえ神様のことじゃねえよ。懺悔するだけ時間の無駄だ。悔い改める気ねえし、あんたに話したところで何一つ分かりゃしねえよ。貴様、貴様、製鉄騎士団団長であるこの私の前で天に唾するがごとき言動の数々、よくぞ申した。もはや容赦はせぬ。体中の皮が剥がれ落ちようと必ず口を割らせてみせる。我が信仰にかけて。あんた、かなり無理があんな。神だの団長だの、そんなもん振りかざしたところで人望ってやつはついてきやしねえぜ。俺に言わせりゃ、あんたは、あんたが崇めてるその置物と同じ、中身すっからかんだぜ。ああ、戻れ。
踊れ。ファルネーゼ様、一体何事ですか。何でもない。もうよいぞ。その者を牢に戻せ。はっ、連れてけ。あんまりいじめないでください。うちの団長、ああ見えて結構可愛いところもあるんです。助けに来たぞガッツくん。ほらこの鍵で脱出だ。よし、とっとと外せ。うん、ありがとう。はなんだよ、細けえこといちいち。親しき中にも礼儀あり。てめえ、人のカバンに住み着いたからっていい気に。おい、ちょっと待て。こら、ありがとよ。ございます、パック様は。ありがとうございます、パック様。聞こえんの。ありがとうございます、パック様。しょうがないな、もうお世話の焼ける。ひねる、後で必ず。Can't stop bouncing.